皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。最近、BTS の V が軍服務の休暇中にハイブのビルを訪れ、ファンを驚かせました。この訪問は、V が自身のキャリアと BTS としての活動を記録する個人ドキュメンタリープロジェクトの準備のためだったと報じられています。デビュー当初からグローバルな成功に至るまでの道のりをたどり、 努力と達成を書く予定です。軍服務中にもかかわらず、V は明らかに興奮している様子で、ファンが撮影した映像では笑顔でビルに入っていく姿が見られました。このドキュメンタリーは服務終了後にリリースされ、V の旅路をファンに親密に伝える作品となる予定です。このドキュメンタリーは、V が自身の物語を自分の望む形で共有し、 ファンの記憶に残る存在であることを示す特別な意味を持っています。ファンは、この作品が BTS の活動の成果を祝うだけでなく、彼の感情や苦悩の側面を垣間見ることができると期待しています。テーマやスタイルについても興味津々で、グループの共通の道のりや彼の夢の追求と成長が描かれるのではと予想しています。V の自己表現へのこだわりを知っているファンは、 作品が心温まる感動的なものになると確信しています。さらに、ドキュメンタリーに加えて、V の除隊後にはアメリカの伝説的なカシュビング・クロスビーとのコラボレーションが予定されています。このプロジェクトは、V の現代的なスタイルとクロスビーの懐かしい遺産が融合した新しい試みで、ファンの期待を集めています。 クロスビーは1930年代から1950年代にかけて活躍したジャズとポップのパイオニアであり、滑らかなバリトンボイスで知られています。特にホリデー音楽が有名です。V のジャズアイがこのコラボレーションをより意味深いものにしており、クロスビーの遺産への敬意を込めた作品になるでしょう。異なる世代と音楽スタイルを融合させるアイデアはファンの間で大きな関心を呼んでいます。 V のボーカルがどのようにクロスビーの声と調和するのか、現代風にアレンジしつつもオリジナルの雰囲気を尊重するのかに注目が集まっています。最新のテクノロジーによって、クロスビーのクラシックな録音に V の新しいボーカルを加え、クロスビーが亡くなった後でも、共演、が可能になるのです。この世代を超えたプロジェクトは、V の芸術的な野心を示し、 新しいアイデアを音楽シーンに導入する挑戦ともいえます。V のキャリアの特別な節目となり、彼が愛するジャズやクラシック音楽を現代の形でファンに届けることができます。現代の k p o p と伝説的なジャズが融合することで、すべての年齢層に響く作品となり、文化や世代を超えた架け橋となるでしょう。BTS ファンや音楽愛好家にとって、 V のドキュメンタリーとビング・クロスビーとのコラボレーションは忘れられない贈り物となるでしょう。これらのプロジェクトは、V の創造性を反映すると同時に彼のファンへの思いを強く感じさせるものです。V の旅路や彼に影響を与えた音楽を深く知ることができるこれらの試みは彼の過去を祝福しつつ、新しいエキサイティングな可能性に向かって進む V の新しいショーの始まりを象徴しています。皆さん、 今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。